岩車コは、キジメキジかに分類される鳥類。灰色岩車湖、喉黒岩車湖、大岩車コとは近縁で植え主群を形成すると考えられており、かつてはこれら全てが単一の種とみなされていた。くっきりした白黒の島が脇にあり、黒い帯が額から目、首、胸にかけて白い喉を縁取る。世界各地に移入されており、北アメリカの一部とニュージーランドでは、 外来種として帰化している。岩車コは体長32-35センチメートルの丸々とした鳥で薄茶色の背、灰色の胸、薄黄色の腹を持つ。体色は個体群によって差がある。顔は白く黒いのドアがある。脇には赤茶色が混じり赤い足と赤三五色のくちばしを持つ。メスはやや小さく毛爪がないことを除けば精査は乏しい。おは十四枚で、 第3初列カザキリが最も長く、第1初列カザキリは第5及び第6初列カザキリと長さが揃っている。灰色シ車子とはよく似ており、かつては動詞とされていたが、本種の方が背の茶色みが強く、前首が黄色みを帯びている。本種は明瞭な黒いのドアを持つのに対し、赤足シ車子はのドアが胸のあたりで黒い島に変わることで区別できる。 イワシャコの鳴き声は、英語では、うるさい、チャックチャックチャカーチャカーと聞きなされ、これがそのまま英名となっている。バーバリーイワシャコは黒ではなく赤葛色の首は、灰色の喉、栗色の頭頂を持つ、ユーラシア大陸高地、イスラエルから、トルコ、アフガニスタン、インド、ヒマラヤ山無役西部からネパールにかけて分布、南東ヨーロッパに入ると、本州の代わりに、 赤ーシーは車庫が見られるようになる。市内半島を除けば、アフリカにはほとんど生息しない。草原やまばらな寒木、畑などのある、開けた岩がちの丘陵地帯を好む。イスラエルとヨルダンでは、海抜400メートル以下の視界付近など低地でも見られるが、より東では、本州が、海抜600メートルでも見られるパキスタンを除けば、主に海抜2000メートルから4000メートルの高地に、 生息する。湿度や高雨量の高い地域には見られない。狩猟鳥として世界各地に入されており、アメリカ合衆国のロッキー山脈、グレートベースン、カリフォルニア州のモハーベ砂漠、ハワイ州、カナダ、ニュージーランドに帰化している。アメリカ合衆国に初期に輸入された個体は、アフガニスタンとネパールの個体群から採集された。オーストラリアのニューサウスウェールズ州にも移入されたが、 繁殖は長続きせず、個体群は死滅したらしい。南アフリカ共和国のロベン島には1964年に移入され、小さな個体群が生息している。イワシャコとキンエン種の分布。イワシャコは赤い足を持つ、数種の紛らわしいイワシャコのうちの一つである。同種の中でもいくつかの羽毛の色の変異が見られ、足として扱われている。かつては、本種は灰色イワシャコに含まれていたが、 トルコから東に分布する本種がギリシャ、ブルガリアと西ヨーロッパに分布する灰色岩車庫から分離された。岩車庫は14の亜種に分けられる。岩車庫の個体群は狩猟や生息地の喪失にあまり影響を受けていない。個体群の増減は繁殖期の気象に強く影響される。飼育されている岩車庫が南ヨーロッパで包丁されており、在来種の灰色岩車庫や赤足岩車庫と 交雑することがあれば在来種の個体群にとって脅威となるかもしれない。アレクタースチャカーフォルッキーの卵冬のイワシャコ、ユタ州アンテロープアイランド州立公園にて繁殖期以外ではイワシャコは10から50羽ほどの小さな群れを作る。夏季にはつがいを形成して繁殖し、オスはとても攻撃的になり、よくさえずり、戦うようになる。冬季には谷に移動し畑で餌を探す。 日中、特に朝方と夕方にはよく鳴く、泣き声は大きく、チャックという音を何度も繰り返し、時には2羽が、チャカーという音を歌い合う。意味の異なる泣き声が数種あることが分かっている。最もよく観察されるのが、ラリーコールという行動で、録音した泣き声を再生すると、イワシャコがこれに応答して泣くというものだが、この方法はいつも成功するとは限らない。 驚かすと飛ぶよりも走って逃げることを好むが、必要に迫られれば、丸っこい翼で短い距離を飛び、飛び立つとすぐ鳴き声を発し、斜面の高いところから低いところに向かって飛ぶことが多い。アメリカ合衆国ユタ州では2.6平方キロメートルの範囲で餌を探し、寒気には水を求めて4.8キロメートルも移動する。アイダホ州では縄張りはもっと小さい。 繁殖期は夏でオスが餌をつつくとメスがやってきて応答として餌をつつくという求愛求児の一種ティットビットディスプレイを行う。オスは頭と翼を下げ首の羽毛を立ててメスの後を追い求愛の鳴き声を発しながら足を突っ張って高いステップを踏みながら歩くことがある。メスはしゃがんでオスの求愛を受け入れオスはメスの上に乗って 首の後ろを口しで掴みながら交尾する。配偶システムは、一夫一歩制である。巣は地面を片付けてわずかに草などを敷いただけだが、時には中央に、くぼみのある、こじんまりした巣を作ることがある。通常は、シダや干木で隠れたところや、岩がちな斜面に張り出した岩の影に巣を作る。一度に産む、卵の数は7個から14個である。卵は23から25日で孵化する。 飼育下では、繁殖期に毎日採卵すると、毎日一個産卵する。ヒナは、両親と餌を探すようになり、すぐに、群れの中の他のヒナと行動する。イワシャコは多様な種子といくらかの昆虫を食べる。砂のオで餌をすりつぶすために砂も食べる。カシミールでは、食べたものの中では、スズメガヤ族の一種の種子が群を抜いていたが、アメリカ合衆国では、馬の茶引きの種子が好まれる。 岩車コは多肉植物を食べて水分を取るが、牡蠣には水場を訪れる。岩車コは岩の多い斜面や干木の陰で休む。陶器にはアメリカ合衆国では風が遮られるくぼみや洞窟を好む。外敵を警戒し効率よく体を保温できるように岩車コの群れが頭を外に向けて輪になって固まって休むこともある。 イワシャコは時々犬足に捕食されることが知られている。飼育下ではマイコプラズマの感染や単独などにより死亡することがある。イラク、パキスタンの国鳥で、狩猟鳥である。パンジャーブでは激しい連情、そしてしばしば報われない恋の象徴とされる。イワシャコは月に恋する、あまりいつも月を見上げているのだと考えられていた。繁殖期にはオスが攻撃的になるため、 当庁の対象とする地域がある。インドの植民地に住んでいたイギリス人の狩猟家はスポーツハンティングの対象として岩車庫を好んだが食肉としては特に美味だとは考えなかった。岩車庫は素早く飛び立つ習性があり、撃たれてからもいくらか飛べるためレトリーバー剣を使わずに撃った鳥を回収するのは難しかった。高地が雪で覆われる寒い冬にはカシミールの人々は 岩車庫を疲れさせて捉える方法を用いて狩りをしたアイダホフォールズのメラルーカ野球場を本拠地とするアイダホフォールズチャカーズはパイオニアリーグに加盟しているカンザスシティロイヤルズ参加のマイナーリーグ野球チームであるありがとうございます。